オーダースーツやってますということで、はい、オーダースーツといえば生地もそうなんですけど、それにつけるボタンとかね、裏地結構重要になってきます、はい、おすすめの裏地ありますか？あります、はい、こちらです。はいそう、それ何、それどういうこと？これキュプラです。キュプラ、はい、私で見せちゃう。柄いろいろあるんですね。素材がキュプラなんだ。そう、そうなんです。キュプラ 100%？ キュプラ 100%。 キュプラとは、キュプラっていうのは、うん、あの日本の旭化成で作ってるキュプラなんですけど、うんうん、まあ、すごい非常に柔らかい、着心地がすごいいいんですね、うん、で、うん、ちょっとしか取れない。メインのさ、種の周りについてる布毛があって、はい、それを集めてるのよ。そう、だから天然繊維、なんか化学繊維のような感じするけど、はい、天然繊維で、はい、で機能としてはね、耐電性とかね、調湿調温、だから湿度を吸って、まあ、コントロールできると、うん、温度もコントロールできる、はい、だから裏地につけとくと生地が長持ちするっていう、はい、スーツ自体が長持ちする効果があります、はい、でだからあんまり、ね、変な色っていうのは柄、あの大谷さんがやってたあの犬のさプリントとかできないんだけど、はい、あの素材自体はかなりいいです。で今スーツを長持ちさせるためにはキュプラ、はい、いいですね、はいはい、とボタンは、ボタン、はい、なんかありますか？いいやつあります、はい、なんか水牛ですね。水牛、はい、牛の皮膚ですね。違うでしょ。牛の皮膚から作ってるんですか？違います。あの牛の牛タン、タン、牛タン。牛タンは焼きですよね。あの角です、角。横隔膜ですか？ハラミです、それは。角からできてます。ちなみに。ちなみに、うん、何だろう。なんか見せてあったりじゃん。はい、こんな感じで、いろいろあるんですよね。まあだから、あの角なんで柄もいろいろなんですよね。そう、全部違うんですよ、うん、そうですよね。で、これ上のは貝ですけど、すごい光ってて、これすごい綺麗です。光沢があって、高級感ありますね。そうそう、だからそこら辺が天然、まあ水牛なんでね、あの動物ですけど、はい、ここら辺もまあ生き物か、貝もそうですよね、から撮ってるので、はい、まあ、非常に SDGs には反してるのかもしれない。あ、そうですね、なんかちょっとコアのうるさい最後と言われそうな気がします。団体から言われるから、その後ではスーツの生地もそうだよね。そうですね、うん、ウールとかもやばいっすよねでもそのうちオーダーなんで大量生産大量消費じゃないですよね。だから必要な時に必要なものだけ作るんで、はい、その売れるか売れないか分かんないものを作るよりはそこら辺はエコなんだと。そういう感じだと思います、はいはい、まあ、付属ね、いろいろありますけど、おすすめはキュプラの裏地と水牛のボタン、貝のボタンということです、はい、ぜひとも ね、一度お試しいただければと思います、はいはい、よろしくお願いします。